それでは改めて大阪メトロの一日駅長、北亮斗駅長です。お願いします。お願いします。お願いします。さあ北選手、今日オリデミー賞の新人賞を受賞されました。いかがですか？そうですね、本当に、1年目から嬉しいなと思っております。そうですね、はい。初めてね、ビーズファンフェスタ、このファン感謝祭にですね、参加されたんですけれども、その感想っていうのはいかがですか？やはり、緊張も少しはありました。緊張はありますか？はい、試合と違う緊張っていうのはあるんですか？そうですね、はい、ありました。なるほどね。今、大阪メトロのね、この一日駅長で、この駅長の制服を着てらっしゃいますけれども、この駅長の制服自身で着てみて、どんな感想をお持ちですか？結構、いい感じで。いい感じですよね。はい、いい感じ。僕もね、いい感じなんで、やっぱりこの、ガタイがあるんで、すごいこのね、肩のあたりとかが、本物の駅長さんよりも、この制服を着こなしてるなっていう印象を僕、持ってます。ありがとうございます。なんか普段ね、北選手神戸出身で、鹿島商業に行かれて、この大阪のチームに入られましたけど、大阪メトロ使ったことはありますか？ないです。ないですか。じゃあ今後ね、なんとなくこのどこに行ってるかとかっていうのは分からないと思うんですが、なんとなくイメージで大阪メトロに乗って大阪のどんな場所に行ってみたいですか？まあ大体で難波とかですか？難波ですね。難波でしたら、そのいわゆる御堂筋線とか、そうですね、ほとんどの線が通ってますから行きやすいと思いますけど、ね、はい。じゃあ逆に北選手のその大阪でね、今年大阪のチームに入られて、大阪のおすすめスポットってあります？ファンの方におすすめできるような場所とか、好きな場所とか。おすすめスポットですか？おすすめスポット、大阪でありますか？やっぱり、そうですね、ユニバーサルスタジオですね。ああ、USJ ですね。やっぱいいですよね。はい。それは兵庫県じゃないですよね。そうですね、ないですよね。兵庫出身なんですけれども、北選手から見て大阪の街とか大阪府ってどんなイメージをお持ちですか？本当にもう賑やかで、いつその時間帯行って もう楽しい。ああ楽しいですね、はい。こうなんとなくそう、僕も神戸出身なんですけど、なんとなくこう賑やかな感じがあって、そうです、ね、神戸とか兵庫県とちょっと違うような印象がありまして、まあそれがそれでいいですよね。はい。駅員さんとか駅長さんの仕事ってイメージ、どんな風な仕事されてるかイメージできます？そうですね、まあ少しは。あ、本当ですか、はい。じゃあですね、ちょっとカメラに向かって出発進行のポーズをつけてやっていただきたいですが、はい、よろしいですか？じゃあそのポーズまで出発進行いきますよ。カメラに向かって3、2、1、出発進行。おお。めちゃくちゃなんかいいですよね、やっぱりね。なんかさっきもお伝えしましたけど、本物の駅員さん以上に駅のホームで出発進行さっていう感覚が様になっているというか、かっこいいですやっぱり。ちょっとここからはですね、駅以外の電車以外のシーズンをお聞きしていきたいんですが、はい、まずね1年目終えましたけれども、ここまでどうでしたか1年間？そうですね、とてもいろいろな経験をさせてもらいましたし、はい、自分の課題も見つかったので、これからシーズンに入っていきますけど、どのように過ごしていくかっていうのは、いかに大事になってくると思うので、そこをしっかり考えてやっていきたいなと思います。いろんな経験になったっていうお話をしていただきましたけど、どんなことが一番印象に残ってますか？そうですね、全てが初めてでしたね。そうですね、はい。まあ、一軍の試合で初めてスタメン出させてもらって初打席、初ホームラン打った初球でしたもんね。っていうのが一番印象的です。そうですね、はい。試合についてちょっと源選手に対する機会があって、源選手に北選手、同期の北選手のホームランどうでしたかってお聞きしましたら、源選手もやっぱり同期の北選手が打ったことに対してすごく刺激を受けたんですよ。もう北さん負けないように頑張りたいっていうふうに話してくることがあって、もうルーキーながらにも他の選手にも影響を与えているような選手なんだなというふうな印象を受けているのがすごいなと思いました。はい、ありがとうございます。でですね、はい、課題も見つかったというふうにお聞きしたんですが、どんな課題が逆に見つかりましたか？そうですね、自分の長所であるバッティングに関しても、一軍の方ではやっぱ打てないというのがあったので、あそこをもっと実力というのを上げていけるようにやっていかないと、成績も残っていかないと思うので、
しっかり上げて、あとは守備走塁、一番チームに迷惑をかけてしまうところではなるので、そこをしっかり克服して、来シーズンしっかり戦っていけるように頑張りたいなと思います。そのバッティングにしろ、守備も走塁もその全て見て課題が見つかったということだったんですけれども、今回ですね、日本シリーズからちょっと42番から外れてしまって、秋季キャンプにも行かれていたと思うんですが、このオフから来年にかけてとか、この秋季キャンプ中とかにどんなテーマを持ってどんな練習をされていますか？そうですね、確実性のあるバッティングを求めるために、下半身強化であったり、体幹を強くしたりっていうのを意識して秋季キャンプっていうのを過ごしました。そんな中で先ほど来シーズンに向けてという話もありましたけれども、昨日このオフは吉田選手とともに自主トレをされるという報道もあったんですが、あれは一体どういった経由で実現されたんですか？一緒に守備練習する機会があって、スタッフさんから来ていただいて、吉田選手からじゃあ声かけていただいて、その吉田選手から、体幹とかっていう話もありましたし、他にもたくさんありましたけど、吉田選手から一番何を盗みたいと思いますか？そうですね、やっぱり、スタッフさんは毎試合ヒットを打っているイメージがあると思うので、確実性のあるバッティングっていう感じですね。どのような意識ばっかり出されるかっていうのとか、分からないのかっていうのをしっかり聞いて、出すみたいなと思います。そしてそれを盗んだ結果の、2月の春季キャンプ、そして、3月のオープン戦、4月の開幕というふうに向かっていくわけですが、北選手、ちょっと話変わるんですけれども、神戸の球場とか、京セラドーム大阪とか、もともとオリックスバファローズジュニアのチームとして、ファンとして子供の頃からずっとオリックスの試合を見ていらっしゃると思うんですけれども、ファンで見ていた北選手が実際にこの一軍の舞台で選手として出場された、あの気持ちってどんな気持ちだったんですか？それはもう北選手にしかない気持ちだったんですよ。そうですね、人の心配がありましたけど、子供の頃ってメダル野球選手を目指してと思われますけれども、実際に本当にこのグラウンドに立った瞬間って覚えてらっしゃいますか？どんな気持ちだったんですか？特に集中する役に頑張った。そうですね、試合とかは特に何も思わない人なんで。ああ、そうなんですね、じゃあなんとなく素人のイメージですけど、高卒1年目から先輩たちが戦っている自分の試合に合流して、初めてスタッフに使われて、なんかすごいプレッシャーとか緊張を得るような気がするんですが、特にそんなのもなしに。そうですね、それで一振り目で、そんなたまたまそんなツアーとに、猛打賞が当たる通りのが規定されて、そんななかなかたまたまできないんですけど。フッパファローズジュニアでね、2014年の7年前の、ジュニアチームにいらっしゃったんですが、その時コーチが乾コーチ、乾スカウトであったりとか、あとは大久保さんとコーチされていましたが、そのジュニアチームの時からのコーチとプロ入りからお話とかされました？そうですね、乾さん、トレーニングコーチとか、話したりとか、そうですね、どんなお話をされました？怪我しない。はい、明石商業でいうと他のチームですけど、中森投手とね、同期で共に注目されて入団されましたけれども、そういった中森投手とか、連絡とかで交換されてますか？ちょくちょく、はい、そう、やっぱりその高校学生時代からのチームメイトとプロの舞台で共に活躍するっていうのは、何かこう刺激になったりとか、影響とかっていうのは、北選手、感じられますか？そうですね、高校からずっと切磋琢磨やってきた仲間なので、お互いのことを意識してしっかり、上を目指せるような頑張っています。はい、鬼上を目指していく。はい、はい、この1年目の今日は11月12月のビーズファンフェスタがちょうど行われておりまして、これが終わるとですね、新入団選手会、1年前に経験された新入団選手会
入団会見がある、はい、それがありますと来年後輩が入ってくるわけなんですけれども、北選手どんなバファローズの先輩になりたいですか。後輩ですか。そうですね、もう、まあ、今実際先輩とか本当に優しい方ばかりですし、まあ何か何かができた時はしっかりその先輩になりたいなと思います。ではですね、大阪メトロ一日駅長としてちょっとお知らせをしていただきたいのでお願いします。はい、大阪シティバスからのお知らせです。大阪シティバスではお持ちのスマートフォンがそのまま乗車券になるモバイルチケットを販売しており、いつでもどこでもお買い求めいただける便利な乗車券となっております。モバイルチケットにはバス1日乗車券とバス回数券の2種類あり、バス1日乗車券は大人500円、子供100円で大阪シティバスに1日乗り放題のお得なチケットでご家族のお出かけにおすすめです。バス回数券は2000円で大人11回分ご乗車いただける乗車券で、ちょっとしたお買い物、習い事や通院に便利でお得です。ご利用には専用のアプリのダウンロードが必要です。詳しくはバスモバチケで検索してください。皆さんのご利用をお待ちしております。ここで大阪メトロからのお知らせです。現在路線の美味しいサンドイッチを紹介する大阪メトロ巡りシリーズサンドイッチ図鑑を開催しています。全25店舗のバラエティ豊かなラインナップからお気に入りのサンドイッチを見つけてはいかがでしょうか。その他にも大阪メトロでは路線のさまざまなお出かけ情報を発信しています。詳しくは各駅に掲載中のポスターや駅にて配布しております。各種リーフレットをご覧ください。最後にオリックスバファローズのホームグラウンド京セラドーム大阪へは、大阪メトロの長堀鶴見緑地線ドーム前千代崎引きのご利用大変便利です。大阪メトロのご利用をよろしくお願いします。以上、大阪メトロからのお知らせでした。さあ、北駅長、今アナウンスの仕事をしていましたけど、はい、アナウンスの仕事はどうでしたか。難しいです。ああ、どういった部分の難しさを感じました。そうですね、言葉がやっぱ続くんで、うんうん、まあそれを読み上げるっていうのが難しい。それを伝えるっていうのは難しいですよね。はい、お疲れ様でした。今日はではですね、最後、今度はオリックスバファローズの北選手として最後このカメラに向かって応援してくださったファンの皆様にメッセージをお願いします。温かいご声援ありがとうございました。来シーズンは、もっと、活躍できるように頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。大阪メトロの一日駅長の北亮斗選手でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。